最近痩せにくいなと思った方、そう思った方は実は痩せにくいんです。そこで今回、痩せやすくするためにおすすめな褐色脂肪細胞をしっかり働きかけるエクササイズを紹介していきます。 Dead Frog というエクササイズになります。今回の動画を最後まで見ることで、痩せにくい体が痩せやすい体に変わりやすくなる、体全身を簡単に鍛えるたったの20秒のエクササイズが分かってきます。動画を見ながら一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、痩せやすくするためにおすすめなデッドフロークというエクササイズを紹介していきます。今回たったの20秒を2種目やっていきますので、合計40秒のエクササイズになります。そして痩せるために大切なのは、できるだけ多く筋肉を使う、しっかり呼吸をする、この2つがポイントになります。脂肪を燃やすためにはしっかり酸素を取り込む必要がある。代謝を上げるためにはできるだけたくさんの筋肉を使う必要がある。そして負荷が軽すぎない。もう一つは、褐色脂肪細胞というのをできるだけ働きかけるために、首や背中周りをしっかり鍛えるエクササイズを選ぶ、これがポイントになります。そこで今回、背中周り、お尻周りをしっかり鍛えて、お腹がしっかりへっこんでくるやり方になりますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。それではやり方を紹介します。 Dead Frog、 名前の通り死んだカエルになります。やり方としては、まずうつ伏せになります。スマホは顔の下に置いておいてください。これで手も足も軽く曲げます。股関節はあんまり広がらない方は、ちょっとお尻がね、こうやって上がってもいいです。ですが、できるだけ開いてください。この状態で上半身も下半身もしっかり持ち上げます。この状態で手も足もこういう感じで動かします。曲げたところから伸ばす、曲げるっていうことを20秒間やっていきます。ペースは任せます。呼吸は1往復1呼吸ですので、ふーふーっていう感じで呼吸してください。これをまず20秒間一緒にやっていきます。これで首、背中、腰、お尻、太もも、体の背面が鍛えることができます。20秒いきましょう。 3,2,1,GO。 体をしっかり起こして、1,2,3、しっかり肘引いて、4,5,6,7,8,9、あと10秒頑張って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,OK。 体の後ろ全体を使うことで、すでに体がね、温まってると思います。これは褐色脂肪細胞が活性化した証拠です。今度は体の前側を使っていきます。ちょっと腹筋辛いと思いますが、20秒頑張っていきましょう。2種目目のデッドフロッグは、肘も膝も少し曲げます。体を少し起こします。この状態で手をこういう感じで動かしていきます。肘と膝をつける感じで体を少し起こす感じです。これも一呼吸一往復です。20秒間頑張っていきましょう。首が少し疲れる方はですね、途中で休んでも OK です。マイペースでやっていきましょう。ですが、首が鍛えられることによって褐色脂肪細胞も活性化されますから、しっかりね、首の後ろ側を使って頑張りましょう。上体しっかり起こしていきます。
それではいきます。3、2、1、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、腰をしっかりつけて、9、10、残り10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! お疲れ様でした。今の各20秒合わせて40秒で全身使うことができてます。そして特に背中をしっかり鍛えることができてますので、痩せ筋とも言われる背中、褐色脂肪細胞が活性化できて痩せやすい体質を作ることができます。痩せにくくなった場合ですね、やはり呼吸が浅くなってたり、あと体を動かす時間っていうのが短くなってたり、あと強度の高い筋トレをしてしまうとやはり休む日ができてしまうので、やはり中強度、軽すぎず重すぎずぐらいのことを続けていくっていうことが一般の方が痩せるためには必要なことになります。ですので、まあ、このねタートルフィットネスがいろんな動画載せてますけども、基本的に毎日でも行えるエクササイズばっかりです。ですのでツイッターとか、あとは YouTube の投稿で基本的に毎日メニュー載せてますので、それをねできれば毎日こなしていくっていう感じがおすすめです。もしツイッターフォローしてない方はですね、フォローしてもらって、そうすると毎日基本的には課題が投稿されますので、それを毎日行う、それだけで痩せることができてきますので、何したらいいのかなって迷った方はですね、ツイッターフォローしてぜひエクササイズをこなして、エクササイズを頑張った感想などハッシュタグタートルフィットネスつけてもらってですね、投稿してください。頑張った方よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS もやってますので、フォロー、そして動画のシェアもぜひよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。